男子、プロバスケットボールリーグ B リーグの仙台十9アーズなどに所属し、2017から18、シーズン終了後現役引退。現役時代のポジションは、ポイントガード、160センチメートル、65キログラム。現役引退後、仙台十9アーズのゼネラルマネージャーに就任した後、社長に就任。10歳でバスケットボールを始め、 仙台市立小源中学校へ進学。高校は仙台高校に進学。ウィンターカップ連覇、国体優勝などを経験。大学は慶応義塾大学に進学。4年時に関東大学リーグ、インカレで優勝し、MVP を受賞。2005年、東芝に加入。1年目から出場機会を得る。2007から2008年シーズン限りで退団し、 BJ リーグのトライアウトを受ける。2008年の BJ リーグドラフト会議で地元の仙台十9アーズから一巡目全体7位指名を受け入団。背番号は4番。2011年3月に発生した東日本大震災による仙台の活動停止を受け、選手救済制度により琉球ゴールデンキングスにレンタル移籍。背番号は89。 BJ リーグ2011から12シーズンは活動再開した仙台に復帰。背番号は以前と同じ4番。リーグ3位の1試合平均5.3本のアシストを記録。2012年2月16日に宮城テレビアナウンサーの武田玲子と入籍した。BJ リーグ2012から13シーズンは1試合平均6.25本の アシストを記録して、最多アシストのタイトルを初めて獲得した。B リーグ発足後も引き続き、仙台でプレーし、2017から18シーズン限りで、現役を引退。2018年初頭に、渡辺太郎からフロント入りを要請され、引退を決意した。要請がなければ、現役を続けるつもりだった。引退後、仙台のゼネラルマネージャーに就任。 2020年5月、仙台の社長に就任。2021年2月13日の群馬戦で、おけたに大ヘッドコーチ不在のため、ヘッドコーチ代行として、ベンチ入りした。翌14日も代行を務める予定だったが、地震発生のため試合が中止となった。仙台市立正原中学校、仙台市立仙台高等学校、慶應義塾大学。ありがとうございます。